はい、いらっしゃい、いらっしゃい。生どら焼き。今、話題の生どら焼きはいかが？はい、いらっしゃい、いらっしゃい。あ、すいません、おじさん。一つください。はい、毎度。ここで食べてもいいですか？え、お嬢さん、これ、このまま食べんの？はい、私お腹減ってるんで。いや、お嬢さんが言ってんだったら、私は反対しませんけどね。いただきます。おじさん、これなんかべちゃべちゃで粉っぽいんだけど。そりゃそうだ、お嬢さん、生どら焼きだからね。ほとんど焼いてないから。おじさん、生どら焼きってそういうことじゃないと思うんだけど、それってただの生獣？それでは始めましょう。花沢祐介のいちご畑と青い空。チャオ、渡里町の皆さん、そしてインターネットを通じてお聞きの全国の皆さん、お元気ですか？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 この一週間もお元気でお過ごしでしたか？そう、最近ね、生なんとかって多いなって思いません？ね、そうそう、生どら焼きはね、一番最初に出会ったのは確かね、あれ空港だったですよ。空港でね、演奏メンバーと歩いてたらね、ピアノの人が生どら焼きだってって言ってて、じゃあきっとあれだねってね、生どら焼きだから粉っぽい感じで食べたら消化に良くないかもねとかね、私がふざけて言ったら、そんなことあるわけないでしょって言われましたけど。そう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 。それをもとにね、ちょっとオープニングは、あんな感じのショートコントにしてみたわけですけれども。そう。でも、ほんとね、いろいろ生なんとか多いですよ、最近。生メロンパンっていうのも見ましたしね。ね。ほんと、生なんとか多いですよね。あれでも生どら焼きはあれ生クリームが入ってるんでしょ？多分。ね。それで生どら焼きとか。まああとは、なんだろうね。生メロンパンもそうなのかな。あるいはこうちょっとクリーミーな感じとか。生なんとかっていうのもあんまりこう定義がはっきりしてないですよね。あれでも生なんとかって書いて、表示していいってことですよね、きっとね。ね、私も便乗して生なんとかにすると売れたりしますかね。生演奏とか。いや、それ普通ですね。それ当たり前か。当然ですよね、生演奏ね。そう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 。まあね、生なんとかの定義が私にとってはちょっといまいちよくわかりませんが、はい、そんな感じで、今日もですね、生々しく、時に生意気に、お届けしてまいりたいと思いますですよ。この後はですね、なぜか人気の食レポコーナー、そうそうそうなんです、生なんとかが登場いたしますですよ。それでは今週も明るく楽しく
くだらなく。お届けします。いちご畑と青い空、いちご畑と青い空、いちご畑と青い空、いちご畑と青い空。むずかしいでしょこれ。はらこめし、はらこめし、はらこめし、はらこめし。アナちゃんの食レポ、せーの、はらこめし。あたりでは腹米市のあまりの美味しさに涙し、盛岡では38歳にしてわんこそば160杯を平らげ、はたまたパラオではなんとコウモリをも完食した。食べること飲むこと大好き、好き嫌い全くなしの私、穴沢祐介が、うんちく、批評、一切抜き、ただ単純に、ただひたすらに、喜びと美味しさをお伝えする幸せいっぱいの食レポ、それが、アナちゃんの食レポです。はい、本日は広島市の錦堂さんから出ております、広島新銘菓生もみじをご紹介いたします。先日私広島にね、公演と演奏に行ってまいりまして、まあ、広島のお土産の定番といえばもみじまんじゅうなわけですが、最近この生もみじがね流行っているんです。まあ、前回広島行った時にも私ね、これ駅で購入させていただいたんですけれどもね、流行ってるんですよ生もみじ、錦堂さんの生もみじ。今一つ袋から出しました。このね、袋を開けるとこうちょっとちっちゃいこうトレイみたいなのにねちょこんと乗っかってんの、これがねまあ可愛らしいこと。ではいただきます。はあ、もっきもっきやほ、ね、生もみじ、生もみじといってももみじの葉っぱなわけではなく、生もみじといっても小麦粉のままのもみじまんじゅうでもなく、もちもちなもみじまんじゅうです。おいしいね。やっぱりね、この、なんだろう、まあ、私は目が見えませんから、見た目のことはわかりませんよ。でも、こう、このちっちゃいトレーからこう、持ち上げたってほどのあれじゃないですけど、こう、手に取った瞬間、手触りはね、従来のもみじまんじゅうと一緒って感じなんです。でも手に入れますともっちもっち、
これでも錦戸さんのホームページを見るとキジはなんかこれお餅を使ってるような感じのニュアンスですね。お餅が使われてるんですね、これ多分ね、うん、考えましたね、これね。もう一個食べちゃおう、ほんとね、この手触りといい、この口に持っていく瞬間までやっぱり通常のっていうか、いわゆるもみじまんじゅうですよ。でも口に入れた瞬間もちもちなのね、もちもちなんですよ。でももちもみじじゃなくて生もみじこれは売れるでしょうね、でもね、ほんとこれも美味しいです。美味しいけどこの生もみじを食べて美味しいなと思ったけど、これ食べるとやっぱりあの今までのもみじまんじゅうも食べたいなって思いました。でもなんかいいですよね、結局だからこうそうやってこのもみじまんじゅうっていうものがね、こうまたこうそれでこうほらなんていうのかな、より定着すればいいわけじゃないですかね。やっぱりこれもいいけど今までのもみじまんじゅうもいいねみたいなんでね、このもみじまんじゅう文化がより発展すればいいわけだからね、いいですよ。でこのね、錦戸さんのオンラインショップでこの生もみじもお取り寄せできるようですからね、ぜひぜひ皆さん召し上がってみてください。生穴沢がお届けしました。ごちそうさまで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 した。お腹いっぱい。穴沢雄介のいちご畑と青い空、FM 青空。これは一押しだね。これは一押しだね。これは一押しだね。硬いっす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 ね。これは一押しだね。アナちゃんの一押し。食べ物同様、これまで全く好き嫌いなく様々な音楽を食べてきた私、穴沢祐介が皆様にもぜひお召し上がりいただきたい音楽をご紹介するこのコーナー、アナちゃんの一押し。本日は毎日新聞社が発行する週刊展示新聞展示毎日にて、私穴沢が執筆しております連載、こちらおすすめの新譜 CD をご紹介する連載、幅広おすすめ CD レポの1月17日掲載号の1枚目の CD としてご紹介いたしました。スタンリー・クラーク&ビレリ・ラグレーン&ジャンリュック・ポンティのDストリングスをご紹介したいと思います。ね、こちら3人のベテランジャズプレイヤーによるインストゥルメンタルアルバムですね。まあこのですね、ジャンリュック・ポンティというバイオリニストはね、まあ
私とても尊敬する大好きなバイオリニストなんですよ。うん、まあジャズバイオリンって言いますとね、まあ一番に出てくる名前、まあ一番にっていうかその名前しか出てこないっていう人がほとんどだと思うんですけれども、まあ、ステファン・グラッペリというね、まあ、大巨匠がいましてね、うん、まあでこのステファン・グラッペリの名前は出てくるんですけれども、なかなかこのジャンリュック・ポンティという名前を挙げる人は少ないんですけれども、まあ、私はこのポンティは本当大好きですね。もちろんステファン・グラッペリもすごく尊敬してます。でも、なんて言うんでしょう。自分がじゃあ、どちらのような、プレイをしたいか。バイオリニストとしてですね。どちらのプレイに、こう、まあ、自分が演奏するという意味で共感できるかと言われれば、やっぱりこのジャン・リュック・ポンティですね。うん、まあ、この方は本当なんでしょう。いち早くエレクトリック・バイオリンなんかも取り入れたりもしたし、やっぱりプレイスタイルがね、フュージョン系なんかもとても得意なので、まあ、モダンなんですよね。ジャズバイオリンってもう全体としてジャズバイオリン界全体としてやっぱりステファン・グラッペリを尊敬してステファン・グラッペリのようになりたいって思ってる人が、やるものですから、結局そのプレイスタイルもステファン・グラッペリのようなプレイスタイルになっちゃってるというかな。だからジャズバイオリン界だけがジャズバイオリンだけがなんかこうなんて言うんだろうでしょうね、こうジャズの中で、すごくその置き去りになってるというか古典的なままになってしまっているように私は思うんですね。うん、でそういう意味で言うとこの本当フォンティというのは、とてもなんて言うんでしょうね、プレイスタイルがまあモダンで。やっぱりその時代とともに進んでいるっていうのがね、とても共感できますよね。もちろん古典的なジャズも、できますしね、すごく大好きなプレイヤーなんですよ。で、私来日公演という意味では4年前ぐらいですかね、5年前ぐらい、4年前ぐらいかな、キーボード奏者のチック・コリアがね、率いるリターン・トゥ・フォーエバーというので、そのメンバーとしてスタンリー・クラーク、ジャン・リュック・ポンティ、来日しましてね、この時も本当ね、ポンティ、輝いてたんですよ。で、もう一人すごく輝いてたのが、このベースのスタンリー・クラーク。でこのアルバムはその2人がね共演してて、で、そこにあともう1人だけですよ、加わっているのはね。でもう1人加わってるこのギタリストがビリー・ラグレーンという、ジャンゴ・ラインハルトの再来とかね言われているようなギタリストなんですけれども、ほんとね、素晴らしいですよ本当このアルバム、どの曲もとても素晴らしいです。で、今ずっとね、喋ってるバックはそのアルバム、1曲目から流させていただいてるんですけど、比較的にはねアルバムの最初の方は、そういうちょっとこうモダンな響きっていうのかな、もちろんスタンリー・クラークもそういうフュージョン系も大得意ですからね。このモダン系な響きのある曲ですよね。でも後半の方は結構、いわゆる王道のジャズのスタンダードみたいなのがね入っている、そんなアルバムになってます。とにかくかっこいい、本当おすすめですからね、ぜひ皆さんも、お聴きいただければと存じます。では、
1曲バッチリおかけしたいと思いますけれども、バックで流れていたのが割と近代的な響きのものだったので、じゃあ比較的ね、王道でもないかなこれ、まあ割とジャズにロックが取り入れられたような走りの頃の、まあ、ナンバーですけれどもね、10曲目に収録されております。マーシーマーシーマーシーをお聴きいただきたいと思います。
はいはーい、今週もあっという間にエンディングのお時間です。この番組、そして私穴澤雄介に対するご意見ご感想苦情をメッセージ苦情をリクエスト苦情などございましたら、ぜひ FM 青空までお寄せください。お電話ファクシミリの方は 0223-32-2293 番、 0223-32-2293 番、そして E メールの方は青空 72@gmail.com、 AOZORA792@gmail.com までお寄せください。なお、私穴澤雄介にうっかり興味を持ってしまったあなた、ぜひ穴澤雄介オフィシャルファンクラブホームページに遊びに来てください。この番組のバックナンバーなどもお聞きいただけますよ。その他 CD 書籍ライブ等々いろいろな情報が載っております。穴澤雄介オフィシャルファンクラブサイトの URL はhttp://youskeanazawa.com/ となっております。検索エンジンで穴澤ファンクラブとご入力いただければすぐに出てきますよ。ということで、ここまでのお相手は私生穴澤でした。ではまた来週もお聞きください。 See you。